ナー使ってきました。ファーラーノへ、ファーラーノからニアへのボール、ここは跳ね返しました。持ち抜き、そして倉田のシュートはディフレクトするナイスキーパー、そして山田が、山田の中に持っていってるシュート、これブロック変えます。またこのブロックですね、結構前にも運べる、あとは中盤の選手で引き付けるタイミングを、ここも持ち抜きで追いつきそうだ、クロスを入れるニアに来た、失敗はないかな、ないね、おそらく、はい、そしてここですよ、これこれ今ね、土井選手もこうオフェブ見てるけど、あっぱれ外してる、首振ってなかった、今相手の視野から一回消えて、そう、はい、ここで一回打ったんですけど、この後見てなかったから、ニア入らないと、もう完全にミスをしてるから、いやー、うまく合わせましたね、そう、これはね、今オフェブはね、前に当てて、当ててたんですね、最初に入ったら、ここのポジションなくなるから、バーから平川も来るが、神田はこれやっぱりリーチも長いんですよね、はい、これ完全に誘われて、普通だったらもうこれ対応できたかなって思ったと思うんですね、内田も、引っかかったんですよね、これね、後ろに残します、持ち抜き中郷、持ち抜き隠して前向いて抜きに行く、おーと、そしてこのセットプレー、少し時間が空きましたけれども、町田は下田からのボール、ファーサイド持ち抜き飛び込んでいった、今日はもうセットプレーターゲットですね、そうですね、リュークもフリーだったので、はい、ここいいとこでしたね、町田にとっては非常に大きく、はい、バーン